さあここからはですね、沖縄の方からいただいているリポートを紹介していきます。沖縄では昨日梅雨明けの発表がありました。一足早く夏を感じられている沖縄ということで、みんなでバカンスに行きましょう。週明け月曜日の朝、現実逃避の時間です。1枚目はこちら、沖縄県名護市、リポーター名加さんさんからいただきました。梅雨明けの空、沖縄らしくといただきました。真っ赤なハイビスカスが咲いております。沖縄ですね。でも最近ハイビスカス咲いているの見たんですよ。あの関東で、横浜かな、そう横浜で見たんですけれども、やっぱり沖縄似合うね。ハイビスカスが似合う。なんでしょう、街のね景色の中にハイビスカスがあるとそれもまたね元気にしてくれますけれど、やっぱり沖縄のお花っていうイメージがねありますよね。いいな、行きたいですね。最高ですよ。もういや今すぐに行きたいです。え、いいんですか、ウェザーニュースライブ in 沖縄いいんですか。言ったな言ったな言ったな。いや本当ですよね、スタッフさん含めてね行きたいですよね。みんなでちょっと打ち上げじゃないけどバーベキューとかいいんじゃない。あ、梅雨明けバーベキューねえ、いやしたいですね。あの集まったこととか一回も私はないんですよ。そうなのでスタッフさんと集まるっていう機会も私の代から下はないので、そうなんですよ。そうだから全くねこうみんなで集まったことがないんです。やっぱりここここになってしまうので、それはそれでね、あのいつもよくしていただいて優しく接していただいて本当にありがたいんですけれども、みんなでねこう集まるのもいいですよね。なんか夢膨らんじゃったよ。沖縄やりたいですよね。いいな。さあ続いて見ていきましょう。もう現実逃避もいいところ